はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回は呪術廻戦の新作ゲーム、呪術廻戦戦火騒乱がどんなゲームか紹介していきます。まずゲームの簡単な説明なんですけど、本作は2対2で戦う独自のシステムを組み込む格闘アクションゲームで、特定の攻撃を当てていくと呪力レベルという最大3段階あるレベルが上昇していくんですよね。呪力レベルが上がると一部の技の強化、キャラクターの固有能力解放など、バトル中キャラクターに様々なバフが施されます。なのでいかにしてレベルを早く上げるかが鍵になってくる、他の格闘対戦ゲームとは一風変わった仕様になっています。そしてその呪力レベルと大きく関係してくるのが4つの技です。1つ目、捻出技。捻出技を当てると呪力が溜まっていって、一定量貯めると呪力レベルが上昇します。ただ注意事項として、基本的に捻出技ではダメージが与えることできないんですよね。ただ一部のキャラやコンボによってはダメージが入ります。本当に呪力を上げるためだけの技っていう感じですね。2つ目、呪力技。貯めた呪力を消費して呪力技を放つことができる。こちらは捻出技と違ってしっかりと相手の HP に直接ダメージを与えることが可能です。呪力量なんかもキャラごとに違うので、そこら辺もね注意してみてください。3つ目、強連撃。強連撃の指導技がヒットした敵をもう一人の味方が攻撃を行うことで自動発生します。強連撃が成功すると特殊な演出が発生して、この演出っていうのが特定のキャラの組み合わせで大きく変化します。例えばね、虎杖悠仁とね、野原ちゃんとか、そこら辺のねキャラクターごとに大きく演出が変わってきます。敵にダメージを与えて味方チームの呪力レベルが1つ上がる戦闘にはね、こう必須の技です。4つ目、覚醒技。バトル中一度だけ発動できる大技です。呪力レベル、呪力ともに最大まで上げると発動することができて、効果はキャラクターによって大きく異なります。相手に大ダメージを与えるものもあれば、呪力技の呪力量を減らして連射できるようにしたりとか、もちろんねキャラによっては領域展開を発動することもできるので、戦闘にものすごく大きく関わる大技です。以上4つがメインのバトルシステムで、他にもねガードやステップ回避などももちろんあります。では次に簡単なキャラクター紹介。虎杖悠仁、スピーディーな動きで近接戦闘を仕掛けに行ける近距離キャラクターです。呪力レベルが上がるとダッシュ硬直が減るなどの恩恵を得ることができます。まあ、こんな感じにねキャラクターごとにこう性能が大きく変わっていくんですよね。次に五条悟。呪力レベルがものすごく上がりにくいという欠点を持っているが、レベル3になると爆発的に強くなるキャラクターです。相手の呪力ゲージを常時把握することができて、しかもジャンプから浮遊状態になったりと、五条悟にしか使えないものが数多く存在する終盤最強キャラクターです。次に両面スクナ。技を出すための隙がかなりでかいんですが、その分技発動時にスーパーアーマー状態になるため、技を妨害されにくいんですよね。呪力レベル2から強力な攻撃と、そしてね HP 回復が発現して一気にバトルを進めやすくなります。そしてなんと覚醒技の領域展開は味方にもダメージが入る、ちゃんと原作のスクナを再現しています。まあ、こんな感じに今3体紹介していったんですけど、まあこれだけでもねだいぶユニークさ、各キャラクターごとにユニークさが伺えますよね。こう呪力レベルだけじゃなくて、その他にもねこういろんなバトルに関わるゲージなんかね各キャラごとに保有していたりするんでね、もう非常に楽しみです。ちなみにキャラクターなんですが、今現在虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野原、善隠巻、犬巻トゲ、パンダ、七海健と五条悟、東堂葵、真人、上後、花見、エソ&ケチズ、両面スクナ、乙骨雄太、下等すぐるの計16体のキャラクターで遊ぶことができます。そして最後にゲームモードについて、このゲームいくつかモードがあり、まず2対2の対戦形式で行うランクマッチもあるオンライン対戦、そして他のプレイヤーと協力して戦うオンライン協力があります。オンライン協力はウェーブ方式の戦闘で、自分のキャラクターに縛りと呼ばれるねアクションパラメーターに制限をかける代わりに、その他の性能が向上する能力強化ができたりします。他にも呪術廻戦のストーリーを体験できるピクチャードラマや、自由に対戦可能なフリーバトルなどのゲームモードが実装されています。まあ、というわけで今回は呪術廻戦の新作ゲームのね大まかな概要をまとめていきました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。買おうと思ってる方ね、ぜひぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。